こんにちは、フリースピリッツです。こんにちは。今日はこちらトモエというブランドの、はい、ニュートラルっていうシリーズのショルダーバッグをご紹介したいと思います。はい。まずニュートラルシリーズのコンセプトをご紹介したいと思います。はい。コンセプトは多様化するライフスタイルにおいて、うん、ジェンダーやシーンの垣根を越えてニュートラルなスタンダードを提案するっていうシリーズになります。レディースメンズ問わず、まあ、お使いいただけるようなものをお作りしているシリーズになりますね。はい。で、こちらですね、こうパーツを結構割と削ぎ落とすことで革の風合いの良さと、うん、まあ、それを生かしたフォルムを際立たせて持つ人を選ばないっていうようなデザインになっております。で、こちらですね、まあ、まず革をちょっと見ていきましょう。はい。めちゃくちゃこうソフトな柔らかい、ちょっとわかりますかね。あ、わかります。結構柔らかい素材の牛革を使用しておりまして、はい、こう結構手に馴染むようなこうフィット感のあるような革になっております。はい。で、こちら裏も同じデザインになってまして、うんうん、まあ、表裏どちらでも持っていただけますね。で、割とこうマチもあるので、あ、本当ですね。はい、ペットボトルだったりとか、そういったものもこうすっきり入れてもらえるようになります。はい。こちらですね、ショルダーと、実はこちらのここですね、ハンドルがついてまして、はい、2way でお使いいただけるような仕様になっております。へー。ちょっと持った感じはまた動画の後半の方でご覧いただけますので、よかったら最後まで見てください。はい。はい。で、ここの面白いのもこうシュッと収納できるようになってるんですね。うんうんうん。はい。で、ちょっと中を見ていきます。はい。中ですね、実は今ちょっと入れてます。あ、こんなぐらい口が大きく開くんですね。見やすいですね。そうなんですよ。視認性がかなり高いので、うんうんうん、まあ、何が入ってるかっていうのがすぐ分かるようになります、ね。うん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 。で、実はこれ今300ml のペットボトルを入れてました。はい。で、300だと、まあ、こんな感じでマグネットもしっかりついてるので、こう蓋が閉まるような感じになります。なるほど、なるほど。500だとちょっとまあギリギリになっちゃう可能性はあるんですけれども、うんうん、まあ、入ります。300の方が綺麗に収納できるかなと思います。うんうん。あとですね、こちらの内側に内装ポケットもついているので、はい、まあ、細かいものとか入れたい場合はこちらに入れていただくのもいいかなと思います。なるほど。まあ、あとはそのここがむき出しになってないので、うんうん、こう内装にマグネットが入ってる感じなので、うんうんうん、こうシルバーの感じもなくて、こうおしゃれに持っていただけるかなと思います。なるほど。今中に入れてるのはお財布とキーケースですか。はい、お財布とキーケースを入れて、まだちょっと余裕があるぐらいのサイズ感になりますね。まだまだ入りそうですね。はい。で、あとはこの手持ちで持つ場合は、うんうん、ここのショルダーがですね、実はこの擬宝紙になってますので、はい、取り外しができるようになってるんです、ね。なるほど。そうなんです。なのでショルダーで使っていただいてもいいですし、まあ、ここをちょっとこう伸ばして手持ちで持っていただくことも、うんうん、かわいい、はい、できます。はい。で、まあ、これね、全然余裕あるので中に収納しておいて、うんうんうん、まあ、ショルダー使いたいときは、まあ、ショルダーとして使っていただいてもいいかなと思います。なるほど。こちらはショルダーはこのナイロン素材でできております。はい。ちっちゃいカバンでこの自立するっていうのが結構好きなポイントで、うんうん、なんかこうコロンとして、うんうん、見てるだけでもこう嬉しいし、取り出すときも取り出しやすいし、そうですね、自立するというのが、まあ、すごい個人的にいいポイントだなと思います。そこはこんな感じですね。全部この革で本当に覆われているようなデザインとなっております、うん、本当にすごいシンプルな作りなので、はい、本当に男女関係なく持ちやすいデザインですね。年齢も問わず持っていただけるかなと思います。はい。では持ってみます。あ、うんうんうん、かわいい。うんうんうん。はい。では今回はこちらトモエのニュートラルシリーズの
2way のですね、ショルダーバッグをご紹介させていただきました、はい、こちらは S サイズになりまして、M サイズもございますので、そちらまた次回の動画でご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。